ブライス・ダラス・ハワードはアメリカ合衆国の女優、テレビドラマ監督。カリフォルニア州ロサンゼルス出身。ミドルネームのダラスはテキサス州ダラスに由来している。父親は映画監督のロン・ハワード。母親は女優のシェリル・ハワード。おじはクリント・ハワードで、祖父はランス・ハワードである。双子の妹と弟がいる。妹のページ・ハワードも女優となった。 幼い頃はコネチカット州グリニッチで過ごす。高校時代は演劇キャンプに参加。ニューヨーク大学で演技等を学び、舞台女優としてシェイクスピアやテイホフの舞台に立っていた。幼い頃から父親の監督作品にはブライス・ハワード名義で出演していたが、本格な映画出演は2004年公開のビレッジで、この映画で主役の座に抜擢。 後に同作と同じく、エムナイト・シャマランが監督した2006年公開のレディー・イン・ザ・ウォーターに出演。2006年にはアルフレッド・モリーナ主演の短編映画を監督している。また、同年にはケネス・ブラナーが監督したシェイクスピアの儀曲お気に召すままでゴールデングローブ賞主演女優賞にノミネートされた。2007年公開のスパイダーマン3ではクエン・ステイシーを 2009年公開のターミネーター4ではケイト・コナーを演じた。2015年大ヒット映画ジュラシック・ワールドでクレア・ディア・リングを演じ知名度が大幅アップした。2018年の続編ジュラシック・ワールド炎の王国でも続投した。2006年6月17日に約5年間の交際を経て俳優のセスガベルと結婚。 2007年2月16日に長男を出産。2012年1月19日に長女を出産。ビレッジで共演したホワキンフェニックスの影響でベジタリアンになる。スパイダーマン3で共演したキルスティン・ダンストやナタリー・ポートマン、ジェイク・ギレンホールと親しい間柄。ありがとうございます。